こんにちは、速稼塾の久保です。今回はイップマンシリーズ、この名作の中のね、一つをチョイスしてお話ししようと思います。それはイップマンシリーズの中でも外伝と言われてるね、マスター G です。こちらの続編が出るぞ出るぞって言われて、もうね、4年ぐらいになるんですよね。一向に出ませんね。というのが、例の感染症の問題があったり、それからマックスちゃんが怪我をしてね、骨折をしているということで、なかなか撮影が進まなかったりっていう状況は、なんとなく伺い知ることができるんですけども、しかしね、何の情報も出てこないな、ちょっとね、おかしいなと思ってます。まあ、このマスター G のパート2、チョンティンチン2っていうね、ポスターが刷られているところと、制作が進んでいるみたいなことは噂で聞くんですけども、それ以上の情報がないんですよね。で、今回ね、私がね、大胆にもですね、マスター G のその後、っていうものを創作してお話していますので、聞いていただければと思います。まあ、こういったストーリーね、特にマスター G を見たことがない方に関しては何のこっちゃわからんみたいなことになると思いますんで、長い動画になりますんでね、まあそういった方はここで離脱していただいても仕方がないのかなと思います。で、マスター G ってのはね、結局そのイップマンのパート3継承でですね、ライバルになったもう一人のイップマンの伝承者、こちらのチョンティンチンっていうのが主人公になってるスピンオフ作品なんですよ。で、イップマンに敗れたチョンティンチンが自分の流れ着いた街で人々の愛に触れて、そしてね、正義に芽生えて、また新しい戦いをこの英春拳と共に進めていくっていうストーリーで、ものすごくね、いい話になってるんですよ。で、実際に興行収益も予想を大きく超えて十分なヒットになりました。ですんで、パート2にっていう流れだったんですけども、どうもその話がね、立ち消えになっているのかなっていうところで、私がこの度ね、痺れを切らしたわけなんですけども、まあ、この話で、最後に希望が残ったのは、チョンティンチンのね、彼女ができたっていうことがストーリーの中でなんとなく分かってくるっていうところと、その彼女も同じように悲しみを乗り越えて、ラストシーンまで来たってこと。で、チョンティンチンは、不死家庭なんですよね。親一人子一人。で、小学生ぐらいのお坊ちゃんがいるんですよ。で、そのお坊ちゃんも最初は、まあお父さんのことを信頼して戦ってはいるんですけども、今一つ乗り切れないところがあって、でもお父さんのことを信じて、師父、先生であり、お父さんっていうふうに呼んでるんですよね。で、ラストシーン、勝利を収めて帰ってきた時に、実はね、この息子さんも、チョンティンチンの弟子入りを正式にして、最後ね、二人で、牧人を叩いてるトレーニングシーンがあったんですよ。それが非常にね、次の物語を予感させるもので、これからいい家族になっていくんだろうなっていうふうに思わせるんですね。で、あれから実際にすぐに続編ってことになると、例の子役の方もね、そのままできるんでしょうけども、あれからもうね、そこそこ年月経っちゃいましたんで、おそらくこの続編を今から作るとしたら、成人した息子さんがいる話なのかなというふうに思うんですよね。で、今回私が想像して新しい物語を作っていくときに、あえてね、その息子さん、どういうふうになってるかと言いますと、そう、世界観はね、このマスター G が終わってからの十数年後の世界、チョンティンチンが50代の半ばという設定ですね。で、息子さんも順調ならば、高校生かそこらになっているっていうところなんですけども、申し訳ないですけども、この物語から次の作品に行く途中でお亡くなりになるという設定を私は立てました。このマスター G のラストシーンを迎えて5年後くらいに病死するっていうね。そしてこのチョンティンチンがさらなる新しい試練に見舞われるという、最愛の家族を失って本当に一人ぼっちになってしまったという、その失意からね、また闇の世界に落ちていこうとする、その手前でどのように踏みとどまるかってことなんですよ。そこで出てくるのが、実はね、イップマン継承で、イップマンとのライバルとしてね、戦った不動産王フランク。彼は実はね、イップマンとの戦いを終えた後に、イップマンに実はね、弟子入りするっていうサイドストーリーを私は考えました。で、イップマンとお互いに敗れた仲、そしてイップマンから何かしかを学び取った仲ということで、実はね、このフランクとチョンティンチン、新しい信頼関係を得て、そして、今、香港に迫る、最も危なっかしい闇とか、恐ろしい世界観に立ち向かっていく。
というふうなね、心を取り戻した、もともとは悪党の二人組だったんだけども、グレーな二人組だったんだけども、イップマンとの戦いと変化する香港の中で、やっぱり世の中を支配するのは悪ではなくって愛なんだってことに、ね、気づいて、英春拳の教えとともに、その愛をね、貫くことで香港の足場を作っていく。まあ、そんなストーリーになるんじゃないかなと私は思って、今回創作させてもらいました。さあ、5分ほど喋りましたけども、実際に私が作った作品、どんな内容になるかをお話している動画がこの後続きますので、よろしかったらご覧ください。そしてですね、皆さんも、こういった自分の大好きな作品に、自分が監督や脚本として続編を書くとしたらどんなストーリーになるかなってことをね、考えるだけでもちょっとワクワクしませんか。ね。まあ実際に、シルベスター・スタローンのロッキーの続編クリードは、そういったファンの一人が持ち込んだ原稿が元になって、クリード、クリード2、クリード3というヒット作品につながってますからね。私も、どうしようかな。まあやめときましょうか。はい。それじゃあ、この後本編が始まりますんで、よろしかったらご覧ください。じゃあ。それではですね、イップマンマスター Z の続編チョンティンチ2についてお話していこうと思います。このね、パート2は前作から十数年後の世界になってます。ご覧のようにチョンティンチさんも50代になり、で残念ながらですね、息子さんは前作から5年後6年後ぐらいにちょっとお亡くなりになっているというね、設定にさせていただこうかと思います。で、その失意の末にですね、生きる希望をまた失ってしまって、この前回で取り戻そうとしたね、自分がこの英春拳の伝承者として何をやっていけばいいのかっていうことね、これをまた忘れてしまうってことなんですよ。前作でもね、自分のこの英春拳を捨てて、もう自分は武術の道以外に生きることしかできないんだと、もう息子とゆっくり暮らそうと思って、そしてね、町の不正に気づいて仲間に囲まれて、やっぱり自分の正義感から悪をね、なぎ倒していったっていう、そんな前作だったんですけども、そこからラストシーンで息子と共にこの英春拳でやっぱり世のため人のためになっていきたいよねっていう風に立ち上がったところだったんですよ。でもあれから数年後、まあ病で息子さんを亡くされて、せっかく自分の伝承者をね、育てよう、そして親一人子一人強く生きていこうと思った、その矢先に息子さんを失ってしまう。年齢にして中学生か高校生ぐらいの時に死んでしまうっていう、まあそんなね、ストーリーが、まあ、ありましたということなんですよね。で、この物語も結構悲しくって、息子さんを失う、失わないっていう時に、なんとかね、高額な費用を払って手術をすれば助かったかもしれないっていう、そんな話を聞いてですね、ずっと封印してきた地下格闘技の世界にまたね、このチョンティンチンは行くんですよね。しかし地下格闘技の世界では、あれから時間が過ぎて勝つための不正ってのが横行していて、そこにどうしてもついていかなかったチョンティンチンは敗北してしまうんですよね。で、敗北して当然ギャラももらえないですし、息子の手術代なんて捻出できなかった。で、なんとか借りようと思って必死に書きずりもあるんですけども、自分は流れ者、そして前科をね、噂されてる身なんで、自分と信頼関係を結んでくれる人なんて全くいなかったんですよね。親一人子一人でやっていこうと思ったんですけども、やっぱり一人で生きていくことの裏目がこういう時に出てしまったっていうことで、ものすごく反省して悪かったなと、自分の子供に謝りながら、ただ手を握って胸をさすることしかできないまんま息子は死んでしまうんですよね。でも息子は父親のことを、師父、僕は幸せだったと、強く生きていく自分の父親の姿をずっと見てこれたんだ、イップマンにだって次は負けないよねっていう風な思いをね、やっぱ託して死んでしまう。結局一番のファンだったんですよね。
そして自分の父親が闇の世界から表の世界に出てきて町を救ってくれたことにものすごくブラックバットとしてのヒーローを感じていたんでしょう。まあ、そういったサイドストーリーがこの映画の中には時に思い出されるってことになります。しかし息子が死んでしまってまた生きる意味を失ってさまよっているところに一つの出会いがあります。まず最初の出会いは流れ着いた先の町で実はね別れた奥さんに出会うんですよ。で奥さんは別れた後にやっぱり苦労されていて、まあ、今でもね貧乏でそして病も患っていたと。でも別れた時に息子を預けてあなたを信じてね私は一人で生きることを選んだんだからもう今更よりを戻すでもないよと私も生きるのに精一杯なんだということでねよりが戻せないっていうところとあとはチョンティンチン自身も預かったはずの息子を病気で亡くしてしまって申し訳ないという思いと自分がもっと素直にね当時向き合っていれば奥さんと別れることもなくもしかしたら息子は父親母親に囲まれて幸せな人生を今でも送っていたかもしれないっていうふうにものすごく悔やむんですよね。けど奥さんはいろんな経験の中でチョンティンチンに言うんですよ。あの時私もいろいろと考え違いをしていたと。やっぱり男がこの香港という世界でね生きていくためには私が許せないこともたまにはしなくちゃいけないってことが本当に痛いほど分かったよと。時代のせいなのかねっていうことで実はねその奥さん不動産の会社の事務をしているわけなんですよ。でチョンティンチンともし行き先に困ってるんだったら私の雇い主ボスのところに行ってみるかいってことで不動産をフランクのところに紹介するんですよね。この不動産をフランクはご存知のイップマン本編のパート3継承でですね、まあ継承という作品はチョンティンチンも出ていたわけですけども例の不動産王フランクまさにイップマンと戦い五分五分の死闘を3分間ゴングが鳴るまで戦い抜いて例の学校の買収を見逃されたという立場なんですよね。実はあれからですね不動産王フランクはイップマンにものすごい憧れと共感を感じてですね学校を買収しないはもちろんなんだけどもイップマンに弟子入りして英春拳を学ばないまでもその精神をね学んでいたんですよね。でそれからイップマンと別れてフランクは不動産の仕事をするんですけどしかしその中でも自分の乱暴さと正義の狭間にもだえ苦しんでですね今はいい不動産屋を目指しているということでまあちょっとね心を入れ替えてね、うん、かつての敵たるフランクは結構いい役になったわけですよ。でそういったイップマンとの拳を交えて五分だった間柄のチョンティンチンと意気投合するんですよね。で二人で何か一発やらないかみたいな話を進めていく、まあ、そんなね大筋だというふうに私は考えてストーリーを作っていきます。最初からねお話していきましょう。十数年後新たなショーが幕を開けるということでストーリーは始まっていきます。香港かつては活気に満ち溢れていたこの街も時が経つにつれ様変わりしていったと。高層ビルが林立してネオンがきらびやかに街を彩る一方で闇社会の勢力も拡大していって人々の不安は募っていったわけですよね。そんな中にかつて英春拳の達人として名を馳せたチョンティンチンは愛する息子を病で亡くし生きる気力を失っていた。深い悲しみに打ちひしがれて彼は英春拳の練習すらままならない日々に戻っていったわけなんですよ。でそんな中突然彼はチョンティンチンはかつて別れた妻と再会するんですね。で妻はチョンティンチンがかつての前科者であることを理由に彼を故郷から追い出したことを深く後悔していた。そう当時はね地下格闘技で家族を養っていたチョンティンチンにどうしてもね相入れなかったんですよね。息子のためにも良くないとで別れてしまったんですよ。まあ、そしてチョンティンチンに再び生きる希望を与えようとして自分の知り合いの不動産王の屋敷に連れていく、それがフランクだったということです。フランクはかつてイップマンとの伝説的な死闘をね繰り広げたフランク、イップマンに敗れたという共通の過去を持つ2人なんですが互いの境遇に共感してすぐに打ち解けたわけなんですよ。
で、フランクはチョンディンチンの才能を再び開花させようと、彼に英春拳の精神的な指導をするわけなんですよね。そういう意味で言うと、技ではチョンディンチンにかなわないんだけども、でも精神のこの学び方ね、こういったものに関しましてはチョンディンチンよりもフランクの方が一律の長があるってことになると思います。それもそのはず、この二人徐々に心を打ち明けていく中で、チョンディンチンは知るんですけども、フランクも実はね、前作イップマンのパート3で出てきた風船を手放した娘さんをその後ね、不動産の構想の末亡くされてるんですよ、うん、で不動産で強引な買収を繰り返した結果、恨みを買った町の人に娘さんをね誘拐されて拉致されて、そして身の代金を払ったんだけども殺されてしまうというね、過去を思った時に自分のやり方が家族を苦しめてしまったということにものすごくもだえ悩むんですよね。まあそういったところもイップマンに精神的な学びを得るきっかけにもなり、チョンティンチンと出会った時に同じ家族を失った痛みを持つ者として非常に共感するところになってくるわけなんですよ。そして香港の闇に共に立ち向かおうというふうに関係を築くんですよね。お話したように香港は闇勢力の勢いがますます強大化していって、市民がもう生活もままならなくなってきたわけなんですよ。フランクは自分の持つ財力と人脈を駆使してこの状況を打開しようと試みていくんですね。しかしこの時のフランクの武術の力は若干衰えていて、一人では太刀打ちできないってことに気づいていったんですよ。まあ、ですんでチョンティンチンの英春拳は渡りに船、非常に心強い相棒になったってことなんですよね。でフランクは英春拳の達人であるチョンティンチンに協力を求め、チョンディンチンはかつての自分のように苦しむ人々を救いたいという思いからフランクの提案を受けるわけなんですよ。そして二人で力を合わせて香港の平和を取り戻すために戦うことを決意する。そこから物語はクライマックスに向かっていくんですよね。それまで顔を出してこなかった香港の闇の勢力、こういったものが次々と明らかになっていき、その度に二人は力を合わせて戦い倒していくっていう、まあ、そんな物語になっています。フランクはチョンティンチンに英春拳の奥義、これを伝授するとともに人生の先輩としてのアドバイスを送るわけなんですよね。チョンティンチンはフランクから多くのことを学び、再び英春拳への情熱を取り戻していくわけなんですよ。そして二人の関係っていうのはお互いが師匠であり、お互いが弟子というね、非常にいい関係でお互いを信頼し尊敬するようになっていく。そして過去の因縁、これをお互いに断ち切っていこうと、過去を忘れることはできない、そして家族を失った悲しみは癒えることはないが、しかし生きている以上やらなければならないことがあるというふうに関係を強くするんですよね。彼らの前に立ちはだかるのは過去の因縁を持つ強敵たち、こういったものも現れます。かつてチョンティンチンを裏切った者、そしてフランクを恨む者、彼らは二人をなんとかこの香港から抹殺しようと様々な陰謀を企てるんですよね。しかしチョンティンチンのフランクは数々の敵や罠や困難を乗り越えながら少しずつ香港の治安を取り戻していく。そして彼らの元に集まった若者たちに英春拳を教え始めるんですよ。英春拳を手にした町の人たちは強く、そして精神的にも豊かになり、チョンティンチンとフランクの指導のもとにたくましく成長していって、この香港という街をね、根底から作り直していくわけなんですよね。そこにはもう脅しに屈しない香港の普通の人たちの強さが芽生え始めている。まあそんなところでした。で、未来への希望というところで、ここからストーリーはどんどんね、クライマックスを抜けていくんですけども、長い戦いの末にチョンティンチンのフランクは香港の闇社会を壊滅させることに成功するわけなんですよ。そして彼らは英春拳道場を開いて多くの弟子を育成していきます。英春拳は再び香港の地で花開くことになるんですが、このフランクとチョンティンチンは自分の一番弟子を育てた後、お互いにまた去っていくわけなんですよね。薄暗い過去を持つ2人にはこの英春拳を表で指導することはふさわしくないという判断したんでしょう。はい、そしてさらに時が流れて
フランクもそしてチョン・ディンチンもそれぞれの立場で年を取り過去を振り返る日が来ました。チョン・ディンチンは老いを迎えて穏やかな日々を送っています。ある日彼は若き日の自分の姿を弟子たちの思いに重ね合わせながら英春拳の精神を一から思い出すわけなんですね。英春拳は単なる武術ではない、それは自己を鍛え悲しみを乗り越え困難を乗り越えるための哲学である。そしてそれは決して一人では完成しない、一人でやってる以上乗り越えられない壁がいくらでも出てくる。そして家族を失った時にその悲しみを乗り越えるものはやはり信頼であり友情だということに気づくわけなんですよね。互いに助け合い励まし合いながら共に成長していく、それが英春拳の奥義だということをフランクから学び、自分自身も後世に伝えていくために筆を取る、まあ、そんなシーンで物語は終わっていきます。チョン・ディンチンの言葉は弟子たちの心に深く響き、そして弟子ではない一般の読書家の手に取り、漫画を通じて多くの市民や海外の人たちに広まっていく。その教えを胸に世界中で新たな時代を切り開く若者が育っていく、まあ、そんなところで物語は終わっていくというふうに私はね考えてますね。で今回この続編で主に3つのテーマを描こうというふうに考えます。まずは師弟の絆、チョン・ディンチンとフランクの師弟関係を通じて人間関係の大切さをここで描ききれないかなと思ってますね。それから世代交代です。老いていくチョン・ディンチンと若き日の自分を弟子に重ね合わせることによって世代交代のテーマを書いていく。自分が衰え朽ちていっても志を継ぐ者は必ずいる、まさにチョン・ティンチン、この志というね名前の意味がここに出てくるわけですよ。さらに3つ目のテーマ、正義と悪の戦いです。今回は闇社会との戦いを通じて正義と悪の対立を描いてますが、悪には悪の理屈があり正義には正義の落ち度がある、こういったところも物語の中に出てくるというのがねチョン・ディンチ第2部の、まあ、物語の核と言ってもいいでしょうね。でさらには英春拳の精神です。英春拳を通じて自己を鍛え困難を乗り越えることの大切さを描いていると、まあ、そんなね物語になればいいなと思って今回のこのチョン・ティンチン第2部、フランクというね不動産王との再会、そして奥さんだけではなく我が息子とも死別してしまったこのチョン・ティンチンの悲しい生涯についてまとめてみました。はい、あんまりね多くの人が知ってる作品ではないんですけども、私もこのねチョン・ディンチンが大好きでね、本編の一歩前よりもものすごく毎日毎日好きなんですよね。まあ、ですんでどうしてもチョン・ディンチンの続編が見たい、そしてそれがね何年待っても出てこないので自分で考えてしまったという次第でございます。それでは今回は以上です。お疲れ様です。青春拳の魂宿る男、荒天地の乱は知られず孤独に戦い続ける日々、息子よ許してくれ、父は弱い男じゃない、守るべきもの信じて進む、そう、育ても立ち
私は弱い男じゃない。拳音、方天使の魂。